研ぎ澄まされた技の正確さ、スピード、そしてその技を的確に当てるための工夫、研究が生み出した偉業である。長年の修行の末に山本健作が身につけたそれらの技術は、体格や素質に恵まれた者だけが勝つのではなく、たゆまぬ稽古こそが栄光への道であるという真実の証明である。必ずまずパンチを打って踏み込みます。踏み込む、パンチを打ってから膝蹴り、この溝落ちを狙います。右の膝蹴りは溝落ち、あとでやりますけど、左はレバーを狙います。で、半身になっている場合は突きで真ん中に向けといて、溝落ちを真ん中に向けてから右の膝蹴りを溝落ちに打ちます。この時大事なのは、必ずパンチで踏み込んで、勢いをつける。そしてさらに軸足をスライドさせるということが大切になります。でちょっとミットでやってみましょう。半身になっている場合は突きで溝落ちを正面に向けて膝蹴り、膝蹴りをやります。踏み込んで突きを打って近づきます。でこの時に狙うのは溝じゃなくてレバーを狙います。で足はチェンジをします。チェンジしてレバーに膝蹴りを蹴ります。ミットでやってみます。込んでから蹴りを出します。この場合は膝を抱えて蹴るのではなく、膝をほとんど抱えないで蹴ります。こう膝を抱えると蹴られてしまいます。遅くなるし、もうこれで相手が反応してしまいますので、膝はなるべく抱えない。この前蹴上げのように足の付け根から膝を抱えないでちょっと受けてね。この方が早いです。こういう感じで構えて、ここから踏み込んで水落ちを狙って一気に蹴ります。これは全て一挙動で、踏み込みと蹴りまで一挙動で蹴ります。蹴る場合とから前足で蹴る場合、この二通りあります。前足で蹴る場合は、膝を曲げないで蹴る場合と折り曲げて蹴る場合と二通りあります。それからまっすぐ蹴るやつとちょっと横から蹴る場合があります。それからチェンジして蹴る場合は膝は折り曲げません。折り曲げません。このまま伸ばしたまま蹴ります。そして蹴る場所もいろいろあるんですけど、最初は低いところ、高いところ蹴ると、ちょっとまた左手で、はい、受けられやすいですから、低いところ帯の上ぐらいを狙います。受けて、受けが間に合いませんね。また遠い前からでもチェンジして蹴れば、届きます。それから前足でも軸足をスライドさせれば蹴ることができます。練習方法としては、手のひらですね、
これに、パートナーにこういうふうに、手を作ってもらって、ここへ蹴るようにします。遠いところから蹴ると、相手によく見えるのでかわされやすいですね。遠い前から蹴ると、受けられやすいし見えやすいですから、なるべく近いところ、これぐらい、もうパンチの接近線ぐらいのところから出すのが一番当たりやすいです。からこういう感じで、狙うのはレバーです。溝落ちは一切蹴りません。それから当てるのは、かかとだけ、かかとのなるべく面積を小さくしてかかとだけでレバーを狙います。こう足の裏全体で蹴った場合はほとんど効きません。押すような蹴りになってしまって、ただ相手を押すだけでダメージを与えることができないので、かかとで、レバーに突き刺します。イメージとしては、下から上にですね、下から上に跳ね上げる感じですね。でドーンと蹴るのではなく、コツンとかかとを相手のレバーに突き刺します。コツンという感じで蹴ります。こういう感じで蹴ると思うんですけど、自分の場合は一回転しないで、なるべく最短距離で相手の顔に足を持っていきます。こういう感じですね。これを違った角度から見ると、普通の後ろ回しよりは大きく回してくるのに対して、自分の場合は小さく、大きく回すと時間がかかるし、相手にも受けられてしまいます。ちょっと受けてね。これでも受けの体勢に相手入ってしまいます。ですから相手に悟られないように、なるべく蹴る、相手の顔に蹴り足を早く持っていくには最短距離で持っていくことが大切です。最短距離で蹴り足を相手の顔に持っていくには、この後ろ足を自分の軸足に引き寄せることですね。引き寄せるようにして持ってくる、分解するとここで寄せて腰を回して蹴るという感じになりますね。ですから足を送って1、2、3、4、だいたい4挙動ぐらいになるんですけど、これを1挙動でやります。これを1挙動で、はい、この足を寄せてくることですね。相手の顔の前で蹴りを止めます。そして
これができるようになったら、この手に蹴り足を持っていきます。必ず後ろ足で蹴る場合は前足を一足長、大体自分の足1個分ですね、踏み込みます。そしてできればかかとで、つま先で立ってください。かかとを上げてつま先で立つ。まあ、かかとがついてもいいんですが、重心は必ずつま先の方に置いてください。それから威力を増すんであれば、一度移動稽古の前屈立ちですね、前屈立ちになるような形から蹴る。そうするとさらに威力が出ます。今度はパンチングミットで蹴ります。このまま蹴ります。練習方法としてはこれも相手に構えておいてもらって、もちろん当てないようにしながらギリギリのところで蹴りをすぐ引きます。なるべく頭を後ろに倒さないようにして、頭をまっすぐにして膝を高く抱えて蹴ります。そして足だけで蹴るのではなく、軸足を返して腰を入れてこの左手を振って威力をつけます。これで前足で蹴っても全身で蹴ってるわけですから、かなり威力が出ます。これもこのテープめがけて蹴ります。これも外から大振りしないで、内側から、内側に膝を入れて、高く入れて、あとは膝をパチンと、膝から下を解放するだけです。軌道としてはまっすぐ上がってから回し蹴りになるような感じです。必ず踏み込んでから蹴ります。まっすぐ踏み込んで蹴る。この当たった時にバランスが崩れないように、また軸足と頭が一直線になるようにします。だからちゃんと軸足を返します。でローキックの場合はかかとはつきますが、重心はつま先です。で今は足の甲で蹴ってますけど、大きく分けると2種類あります。足の甲で蹴る場合とすねで蹴る場合ですね。まず足の甲で蹴るローキックですね。もうちょっと下がって、ね、自分の帯が自分の腰に巻きつくぐらい回転させます。チェンジして切りますね。チェンジして切ります。
ミドル同じミドルキックでも右と左では蹴り方がかなり違いますので、自分の使い分けた蹴り方を説明します。狙うところはこれもレバーです。この溝落ち、腹筋、みんな腹筋してますから、まあ、ボディが強いですからちょっと力入れて、ここは結構ね、蹴られても耐えることができます。こっちの方ですね、奥の方、ここは蹴られると腹筋やっててもあまり鍛えようがないですから、こっちのレバー、まあ、いつも言ってるように肘、帯、この間、ここへ蹴りを持ってきます。なるべく奥ですね。それからさっきのここを狙うとちょっと下がって、ちょっと今来たなって言うと下がって、こう下がるとすぐ当たらないこともあります。ちょっと大きく下がって、もっと大きく下がって、奥ならば、奥なら追いかけてきます。もっと下がって、もっと大きく、大きく多少下がってもミドルキックが追いかけてきますので、なるべく奥を狙うということ。そしてこれも右ミドルと同じように下からすくい上げない、下からすくい上げては肘を蹴ってしまいますので、横から、横から、そして何回蹴っても肘を蹴らないように。そしてこの蹴り足はこう力を入れるんではなく脱力して持っていきます。まず悪い例ですけど、サンドバッグをドーンと蹴るやり方ですね。こういう蹴り方では、あまり練習になりません。キレができませんので、間合いを十分にとって遠い前から指先だけがサンドバッグにかするようにします。